AST ホットニュースです。写真の世界の動きを詳しくお知らせいたします。次は我々の写真ニュースです。ウクライナ軍はロシアの心臓を撃ち抜いた。ロシア軍が疲労困憊している中、ウクライナ軍は歴史に残るような作戦を成功させている。ドネツク、ルハンスク、ザポリチアでの激しい衝突はクリミア半島に近い地域にも及んでいる。それほどまでにこれらの攻撃はロシア領内のインベーダーに属する領土にまで及んでいる。ウクライナ軍は一連の攻撃でロシア占領軍を驚かせ続けている。ロシア占領軍が最も驚きに直面する作戦は間違いなくウクライナ空軍によって行われる。ウクライナ空軍は侵略者の軍事基地、集合地域、弾薬庫、対空ミサイル複合施設、空港、物流センターなどの重要なポイントを見事に標的にしているのです。この攻撃はソーシャルメディアで頻繁にシェアされ、ウクライナ空軍の攻撃成功の秘密について疑問が投げかけられています。ウクライナ空軍は様々な戦術を駆使して攻撃を成功させている。ウクライナ空軍はロシア侵略軍の重要な拠点や基地、倉庫を爆破する前に無人航空機を攻撃対象地域に送り込みます。この無人航空機によって各地域の標的が特定される。ウクライナ空軍は司令部や対空ミサイル施設などロシア侵略軍の重要なインフラを破壊することができた。ウクライナ空軍はまたロシア侵略軍の弾薬庫をほぼ毎日平均1箇所爆破しており、戦争の行方に影響を及ぼしている。ロシア軍はこの2つの要素に問題を抱えており、ウクライナ空軍はロシア軍の終わりを準備している。最近ウクライナ軍の第128山岳突撃旅団はバレカとザポリチア地方にあるロシア侵略者の重要な拠点を狙いました。このセンターはロシア軍が占領地の兵士と通信を行うためのセンターの一つでした。この攻撃はウクライナ軍が戦略的要所を標的にしていることを改めて示した。ウクライナ空軍はドネツク州で一連の複数の攻撃を実施した。ウクライナ軍参謀本部の声明によると、ウクライナ軍はロシア占領軍のコントロールポイント、ミサイル、大砲ユニット、2つの兵站センター、3つの弾薬庫を爆破した。合計で13の重要なポイントが炎に包まれた。これらの攻撃で爆破された弾薬庫の画像は、ソーシャルメディアアカウントで共有されました。多くのアカウントで共有された映像は、数百万人のユーザーに視聴されました。共有された画像の爆発の激しさは、弾薬庫内の爆発物や設備が爆発の強度を高めているため、想像を絶するものであった。非常に大きな爆発は、数十メートルの高さの火災をもたらす。火の勢いが弱まると、空に向かって立ち上る煙はさらに大きくなる。これらの詳細はすべて、共有されたビデオではっきりと確認できます。ウクライナ空軍は、占領地の標的を破壊することに成功している。空軍のユリ・イグナート報道官は最近自身のソーシャルメディアアカウントで重要な投稿を行った。彼はウクライナ空軍が初めて使用する新しいミサイルシステムについて言及した。すでに大きな力を持つウクライナ空軍はこのミサイルシステムのおかげで非常に遠い地点への攻撃を成功させることができるようになります。イグナックはミサイルに関する詳細な情報を提供し、ウクライナ全土で6発のキジナルミサイルが発射されたと述べている。このミサイルはロシア製の航空発射核搭載極超音速弾道ミサイルで、射程は 2000km、速度はマッハ12に達することができる。プーチンの戦争をめぐる集団配信行為がロシアを席巻する。ロシアの独立系ニュースメディア、ブレストカの最近の報道によると、ロシア市民が反戦的な発言をしたことを理由に互いに当局に通報しているとのことです。この傾向はロシアとウクライナの紛争に端を発し、国内十数都市で確認されています。ブレストカが入手した法的書類によると、戦争に関するジョークを言った、ウクライナの音楽を聴いた、あるいは公共スペースでプーチン大統領の侵略について話したといった些細な違反で通報されているようです。仲間から通報された人の多くはロシア連邦行政犯罪法典第20条に基づいて起訴されている。これはプーチンが昨年署名したロシア軍の信用失墜を目的とした公的行動を犯罪とする法律である。
ある事件ではブリャンスクに住む男性がバーでウクライナに栄光あれという言葉を発したとして見知らぬ男性から当局に通報され罰金と2日間の収監を受けたと報じられています。この男性は最近ウクライナのドニプロで起きたロケット攻撃についてこのスローガンを使ったと説明した。またイースターの教会の礼拝で反戦スローガンを言ったとして下に住む人が投獄されたケースもある。ブレスカ氏が説明した事例はロシアにおける危険な傾向を示している。市民が互いに敵対し場合によっては告発を裏付ける証拠がほとんどない。ウクライナの音楽を聴いたり友人との私的な会話で戦争を批判したりしただけで通報されるという事実は憂慮すべきことです。この傾向はロシアにおける言論の自由の未来に大きな影響を与える。人々が公の場で自分の意見を表明することを恐れるようになれば公の言論に冷ややかな影響を与えかねません。さらに反戦的な発言をしただけで罪に問われるという事実はロシア政府が異論に対してますます不寛容になりつつあることを示唆している。国際社会はロシアで起きていることに細心の注意を払うことが重要である。この傾向が続けば同国の民主的制度と法の支配に深刻な結果をもたらす可能性がある。ベラルーシのゲリラ運動テラモハ・ルカシェンコとロシアの占領からベラルーシを解放することを目的とする。ベラルーシはロシアとウクライナの紛争における重要な戦場として浮上している。同国のゲリラ集団はロシア軍の存在とアレクサンドル・ルカシェンコの権威主義的な政府の双方に挑んでいる。ベラルーシはロシア軍、軍用機、ミサイル、武器を受け入れている。ゲリラ運動であるバイポールはロシア軍がウクライナに入るために使用する線路への鉄道攻撃を何度も成功させている。同グループはまたロシアの軍用機に対するドローン攻撃の責任を主張し、ルカシェンコは取るに足らないものであったが修理のためにロシアに送らなければならなかったと述べている。バイポールのリーダーであるアリアクサンデル・アザラウはこのグループにはロシアとルカシェンコの相当の敵がいると述べた。ベラルーシのサイバーゲリラもロシア政府のデータベースをハッキングしたり国家機関のウェブサイトを攻撃したりしてその役割を果たしている。ゲリラはまたキエフ軍と共に戦うために志願するベラルーシ人の審査も言っている。ベラルーシ当局は野党が政府転覆を企んでいると非難しデモ隊に対する残忍な弾圧で対抗している。亡命した野党指導者のスビアトラーナチカヌスカヤは2020年の大統領選挙でルカシェンコに対抗して立候補したが不正選挙と広く見られていた。選挙から1年経っても抗議活動が続く中バイポールはペラモハ勝利と名付けられた反政府活動家の地下ネットワークを作りその参加者は約20万人その3分の2はベラルーシにいると言われています。ルカシェンコの残忍な弾圧にもかかわらずゲリラは活動を続けている。ベラルーシの人々はロシアが自国を利用してウクライナに攻撃を仕掛けることを許さないだろうとサボタージュに参加したベラルーシの退役軍人のアントンは言う。同国の反ロシアゲリラはベラルーシのロシア軍インフラへの攻撃に成功しロシア軍がウクライナに部隊や武器を送るための交通手段である列車を放棄させた。ウクライナで戦争が続く中ベラルーシはサイバー空間と地上の両方で重要な戦場となり続けるだろう。反ロシア感情が高まりゲリラ集団がロシアとルカシェンコ政権の両方に戦いを挑み続ける中状況はさらにエスカレートしていくと思われる。コンテンツは終了しました。ご気分はいかがでしょうか。少しでもこのローガーを楽しんでいただければ幸いです。気に入っていただけたらグッドボタンを押してください。コメント欄であなたの考えを教えてください。